東京都港区にある芝浦水再生センター。ここ芝浦水再生センターは1931年に稼働を始めた東京で3番目に歴史のある水再生センターです。敷地の広さはおよそ20万平方メートル、国立競技場およそ2個分に相当します。ここでは1日およそ60万立方メートルの下水を処理しています。処理した水は東京湾に放流しています。東京23区の下水は13の水再生センターで処理されます。芝浦水再生センターの処理区は渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、港区の大部分です。さらに品川区、目黒区、世田谷区、文京区、豊島区の一部の下水も処理しています。その処理区内には陸の玄関口東京駅をはじめ銀座や六本木、汐留、渋谷などがあります。その芝浦水再生センターは下水道施設の上部を公園化して有効利用しています。周辺には品川駅、高輪ゲートウェイ駅があり、多数のオフィスビルや商業施設なども立ち並んでいます。続いて芝浦水再生センターの特徴をご紹介します。芝浦水再生センターでは処理した水にろ過処理やオゾン処理などさらに高度な処理を行い再生水を作っています。再生水は JR 品川駅、品川シーズンテラス、汐留、永田町および霞ヶ関のビルなどでトイレ用水などに利用されています。また下水道施設の上部空間にオフィス・商業ビル品川シーズンテラスが建設されました。その地下には降雨初期の特に汚れた下水を7万6千立方メートル貯留できる下水道施設雨天時貯留池が整備されています。それでは最後に見学場所をご紹介します。見学場所は5つあります。鎮佐地は土砂類や大きなゴミを取り除く最初の池です。ポンプ室では地下深く流れる下水を汲み上げ第一沈殿池へ送ります。第一沈殿池では2時間から3時間かけて沈みやすい汚れを沈殿させます。飯能槽では微生物を使い汚れを分解します。第二沈殿池では最終的にきれいになった上澄みと汚泥とに分離します。また第二沈殿池の先には雨天時貯留池が整備された品川シーズンテラスを目にすることができます。各施設には見学用の解説パネルが設置されています。解説パネルにタブレットをかざすと AR が起動します。その状態のままタブレットを施設にかざすと普段は見られない施設内部の水の流れや雨天時貯留池を CG で見ることができます。また AR で水の流れを見た後はそのまま動画と CG を用いた映像で施設の詳しい仕組みや構造を見ることができます。この後は施設の前まで移動していただきます。それでは芝浦水再生センターの見学をお楽しみください。